皆さんこんにちは、せんちゃんです。今回は2022年最後の旅、熱海旅行の後編動画となります。まだ前編を見てないよっていう人は動画概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひそちらからご覧ください。それでは熱海旅行後編スタートいたします。はい、また貸し切り露天風呂に行ってきます。もうね、メイク落としちゃうので最後だと思います。また明日も楽しみに。ここから浴衣を選ぶことができます。フルーツオレとかある。お、これ気になるな。美味しそう。お土産も売ってます。これ可愛くない？めっちゃ可愛い。はい、さっきは月の湯だったんですけど、今回夢の湯に来てみました。おー、すごい明るい。え、めちゃめちゃ明るいよ。めちゃめちゃ綺麗です。綺麗。このね、鏡もあるしドライヤーもあります。そしてこの中が楽しみだね。おー、夜バージョン早速見てこよう。見るだけね。はい、さっきと同じくこちら洗い場は2つあります。じゃあ中はよいしょ。うわー、すごい湯気がふわふわって。さっきは石造りだったんですけど、こっちはね木で作られております。すごい綺麗。また夜の雰囲気がねいいですね。ただいまの時刻はね10時でございます。もう夜も深いですよ。では早速入ってみます。よっ、おー、あったかい。高い。あ、気持ちいい。夜はね、こんな感じでライトアップしてて綺麗です。なんかさっきとちょっと違ってヒノキのいい香りめっちゃあったかい。お湯が暖かくて顔が冷たいっていう寒暖差がめちゃめちゃいい。すごい気持ちいい。いろいろ買ってきましたフロントでね、お菓子も売ってました。アイスもあるよ。見て、伊豆サイダー買ってきました。見てください、なかなかファンキーなサーファーです美味しそうですね。どこで作ってんだ。静岡県神原郡吉田町で作ってます。飲もう飲もう。よし、乾杯乾杯。はぁ、炭酸いいわ。久々に炭酸を食らった。美味しい。なんかこういうご当地ものってついつい買っちゃうよな はい、おはようございます。せんちゃんです。現在の時刻8時となりました。今から朝食に行ってきます。では、来ました。あと焼き魚が来るそうです。普段はね、朝ごはんを軽く済ませてしまうので、朝からツヤツヤのお米が食べられるのが本当に嬉しい。それでは早速いただきます。まずは野菜から。サラダの野菜はシャキシャキで新鮮。そしてやっぱり旅館の朝食といえば温泉卵。とろーっとしてて何個でも食べられちゃいますよね。
美味しい。明太子大好き人間なので朝から食べられて本当に幸せ。ご飯のお供にぴったり。そして後から来た焼き魚はアジでした。ちなみにアジの干物は沼津の名産品でもあります。久々に焼き魚を食べたけどやっぱり美味しい。静岡に来たらぜひ海鮮を堪能してみてください。ということでお腹がいっぱい、ごちそうさまでした。はい、ということで今回は熱海の夢いろはさんに宿泊してみました。ご飯も美味しかったし、すごくねリーズナブルでコスパのいい宿でした。今回は奮発してスイートルームを借りたんですけど、2人で宿泊で3万7000円くらいだったので、すごくリーズナブルだなと感じました。やっぱりね静岡県は海鮮が美味しい、それをね改めて感じました。でやっぱり貸切露天風呂があるのがすごく良かったです。家族やカップルでゆっくりとできると思います。ただ駅からは10分くらい歩くかなっていう感じです。でもせっかく熱海に来たならば熱海の街を散策した方が楽しいと思うので、いろんなところをね見つつ歩いてくればすごくねあっという間に着いてしまいます。昨日通ってきたんですけど熱海銀座が近いので、いろいろねお土産物だったりとか食べ物屋さんたくさんありました。だから駅からちょっと離れてても立地的にはいいのかなと感じております。そんな感じでねすごくねリーズナブルでコスパのいい宿でした。今後もさらにねリニューアルしていく予定らしいので、それもすごく楽しみです。やっぱりね地元静岡県なのですごくねなんか落ち着いたというかのんびりできてよかったです。そしてねスタッフの皆さんがとっても優しくて丁寧で、撮影にも協力していただき本当にありがとうございます。やっぱりこの YouTube をやってると撮影許可がなかなか取れないこともあるんですよ。でもそんな中でも心よく撮影を許可していただいたことに本当に感謝しております。ありがとうございます。ではそろそろ、10時になりますのでチェックアウトしていきます。それでは。はい、チェックアウトしてきました。とってもいいお宿でした。せっかくね熱海来たので熱海の穴湯巡りでもして帰ります。今日も風が強い。いきなり小沢の湯。おー、こちらの小沢の湯はなんと温泉卵を作れるそうです。この日もね一人待っている人がいたので、おそらく温泉卵を作っていたんだと思います。それでは次の湯に向かいます。この坂はゆくみ坂っていう坂らしいです。え、もうそれかな、なんかぽいぞ、これっぽくない？あ、これだ、これが大湯。大湯か。わ、待って、本当に出てるじゃん、出てるじゃん、もう出てるわ。常日頃出てるタイプ。すごい硫黄の香りする。すごい、思った以上に出てるわ。あ、止まりかけてる。さっき出てたけど止まりかけてる。あ、出た。また出た。すごいな、波があるわ。はい、今大湯完結線見てきたんですけど、思いのほか勢いが良くてすごかったです。あれを見に来ると楽しいと思います。はい、寒いんだ。とても寒い。結構風が強くて飛ばされちゃいそう。あれ、ね、ここが熱海銀座ですね。熱海銀座に入りました。見えるかな、熱海銀座です。この近くにあるらしい。1個、なさそうな感じだけどあるみたいよ。見つけました。ここは目の湯、佐治郎の湯目の湯って書いてあります。え、これちっちゃ、ちょっと触ってみよう。冷た。水やないか。冷た、びっくりした。お湯かと思ったのに水なんだね。湯じゃないじゃん。湯じゃないじゃん。すごい寒くなっちゃった。あるな、ここか。あ、これだこれだ。あ、湯気出てる、湯気出てる。今度はお湯だ、絶対お湯だ。お湯は高温ですね、ご注意か。これが、ちょっと怖いわ。ちょうどいい温度。よくて熱いわ。お湯でよかった。海を見ながら食べると幸せになる熱海フルーツキング、美味しそうだけどダイエット中なので。
どの口が言ってんだって感じだな。はい、せっかくなので海を見に行きましょう。熱海に来てね、海を見ないわけにはいかないでしょう。南国感が出てます。さすがリゾート地ですね。海が見えるかなと思ったんですけど見えなかった。ちょっと戻って入り口を探します。ポッポポッポポッポポ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 、綺麗だ。初めてだかも、熱海に来て天気が良かったの。すごい。昨日も通ったとこだな。またこの坂を登ります。熱海は本当に坂が多いからな。バイクで来るとちょっと私は怖い。お、湯気出てるわ。これっぽいな、清左衛門の湯か。お、結構ちゃんと熱そうなんだけど。え、よいしょ。これはもう高温すぎて見えませんね。これが清左衛門の湯。登頂しましたみたいな。 OK、 次次。はい、清左衛門の湯を後にしましてまた登る、また登ります。よし、これでしょう。これ水の湯って書いてあったけど、これは冷たいのかな。風呂の湯と水の湯が2つあるのかな。これ2段になってるってことかな。絶対水でしょこれ。絶対湯じゃないもん。一応触ってみるか。あ、え、ぬる湯、ぬる、ぬるいわ。これであとこの野中の湯だけかな。あとは回りましたね。よし、じゃあここ行くか。七湯巡りもね、あと一つになりました。野中の湯って書いてあったかな。そこに行きます。すごい湯気出てるから多分あれだわ。うわ、すごいな。すごい硫黄の香りする。うわ、これはかなり大物だね。すごいゴーゴー行ってるし、すごい。これが最後の野中の湯です。すごい匂いなんだけど、ただ見える、前が見えなくなるぐらいなのよ。あまり入浴には利用されてなかったんだ。でもとりあえずこれで全部クリアかな。ラスト野中の湯で終わり。温泉をたくさん浴びときます。あ、おー、すごい硫黄の香り。目標達成。まずね、熱海七湯巡りは完了したということで、30分あれば回れるかなっていう感じです。熱海ってね、何かしらこう達成したいなって人はぜひやってみてください。結構その硫黄の香りとかするので面白いと思いますよね。それでとりあえず熱海駅に戻りつつ、途中で温泉まんじゅうなんか買って帰ろうと思います。はい、では行ってきます。待って、最後の最後に気づいたんだが、これ3分あるやん。マジか、気づかなかった。なんだよ、こういうの集めたい派なのに。不意に歩いてたら、これウツボだね。すごい、何のお店なんだろう。すごい、めっちゃでっかいツボある。めちゃめちゃでかいツボ。まあ、ツボらしいツボ。ツボツボだ。もうちょっとで熱海駅に到着します。結構歩いたわ。いい筋トレになった。こんだけ歩いたからちょっと食べてもいいかなと思い始めてる。あれ、水じゃん。お、お胸、あったかい温泉まんじゅう買ってきました。ほかほか。杉山さんってとこで買ってきました。なめらか。はい、ということで今回は熱海に来てみま
ました。すごく暖かくてほっこりできる観光地なので、ぜひ熱海に遊びに来てください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。